はい、皆さんこんにちは、セルベスでございます。恒例の人気のないエースプロ Vlog でございますけれども、昨日かな、最近この POV の固定、置きっぱなしというのが流行っていましてですね、で前回のキノコ動画でも割と林道走るシーンをたくさん盛り込んだんですけど、ちょっと一個問題がありまして、前回は直接前に垂らした AT9901 をシートベルトにピン止めというかつけてですね、それで音を取って、で声自体は音圧高くクリアに取れたんですけど、どうしても絹ずれが入ってしまったりとか、あとフィールドアクシェルと乗ったり降りたりをするので、かなり付け外しが煩雑だったんですよね。となるとやっぱりこのバイザーに付けっぱなしにするのが一番いいでしょうということに今のところ結論づきましてですね、でただそうなってくると POV にするとワイヤリングどうはわすかっていう問題が出てきて、まあ、最短ルートでこうはわしちゃうと映像に映り込んじゃいますので、まあ、それはありえないということで、延長ケーブルに登場いただきまして、まあ、延長ケーブルはノイズの問題があるんでね、基本は使いたくないんですけど、まあ、別の企画の時に使えると思って買っといたいいやつ、割と仕入れ度性が高いやつが眠っていたので、それを一旦天井に這わせて、でこの天井の素材を止めている何ですかね、押しピンみたいな割りピンみたいなやつがあったので、それを浮かせてそこにかませたやつをこの窓枠の何ていうんですかね、まあ、ケーブル隠しのところを這わしてきて、でここまで這わせたら、見てちょっと見えると思うんですけど、取り出して、まあ、サンバイザーの周りを、うだうだと這わして、でそこで9901に接続しているという形を取ってみまして、で昨日2回パッパとロバスト性テストしたんですけれども、特にまあノイズのノリはなくてですね、まあ、今日これから、まあ、ちょっとこれからですね、珍しく外食というか今日午後の出発なので、ケンタッキーがこのマコマライ駅前にありまして、そこであのウェブ予約したツイスターセット、あのメルペイのポイントがなんか全然使ってないのがあったので500円で食えるということで、4割引きぐらいかなと思ったので、クーポンも使ってですね、それをまあピックアップするまでが止めるまでに1回取って、でもう一度フィールドワークに行く途中をまあちょっと釣られてですね、ノイズ問題ないかのテストをちょっとしていきたいと、そのように思っております。本当にでもこの AT9901 っていうマイクは不思議なマイクですよね。クリアネスは本当に素晴らしくて、こんだけまああまりいい状態じゃないんですけど、バイザーからこっち向けてる程度でも非常にクリアに撮れるのですが、本当に中低音が抜け抜けになっちゃうっていうね、問題がありまして。いや、ちょっと待って。KFC のピックアップを持ちましょう。代わりになるマイクがなんかあるかなと考えているんですが、なかなかちょっとなさそうなんですよね。なんかあるかな。さすがにちょっとオーディオテクニカもいいかなと思っていて、ツイスターセット、ドリンクはペプシ飲まないですね。今日はちょっと午後からなんですけど、
結構ハードな斜面を登るので、砂糖入りでございます。ビニール袋がペナペナになってます。いろいろとコストダウンは激しい様子です。もう一個今日ちょっと試してるのが、前回そのキノコで撮影した時に、早朝と日中と両方のパターンがあったんですけど、早朝じゃないか、どうだったっけ、なんかね、夜の車窓はすごくリアルで良かったんですね。むしろマイナス 1.5 の露出ですごく良かったんですよ、自然で。で、ただ、日中がですね、ちょっと白飛びしちゃったんですね。それの回避のために、今日は、マイナス2か、にしてるはず。それの初テストということでございます。ちょうど、ガソリン入れないといけないかと思い出しましたんで、ガススタまでで、一旦というかテスト終了って感じですね。まあ、最近いわゆるクソコメっていうのがすごく YouTube 減った気がしていて、とてもいいなと思うんですけど、その代わりというか、低評価ね。ニーズがない動画なっていうのはよく分かって、自己満で作ってるんですけど、わざわざ低評価を残していく人がいて、なんだかなーって感じがしますけどね。なんか低評価の機能を盛り込むかどうかみたいな、そういうアップロード、する側に対してのなんか選択肢があった方がいいかなって気がしますね。今はその相手オーディエンスに高評価の数出さないっていうオプションもあって、でも3年4年ぐらい前に低評価の数はもう有無を言わさず出なくなったんですよね。ただ私みたいな冷静な YouTuber だと、やっぱり直近で上げたものの低評価っていうのが、コンテンツ一覧に行くと、嫌をなく見えてしまいましてですね。余計なストレスがかかるんですよ。それがね、ちょっとなくなるとなおいいのかなと。今回のテストは以上でございます。また別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。